出ないような表情をしていました。それだけ相手チームにはダメージのある一発。さあそして才木は体勢を崩しながらだが、ああこれはセンターフライです。才木の1打席目はセンターフライでした。しかしこの回村田の逆転ツーランホームランでベイドリームスターズが逆転に成功しています。本当だ。